休憩後の最初のご講演は高知県立大の小村誠先生で、高知県立大の地学教授を申し上げるということでお願いします。こんにちは。高知県立大学の小村です。一番最初のお話にあったようにこの大会が4回終了していますが、最初の2回でお話をさせていて、その時は、高知県立大学の生活科学の環境医学科の人もいました。でまあ、いろいろあって、改組した結果2011年から法人化協学科等名変更で、現在は高知県立大学で生活科学部が潰されてしまいまして、今なぜか文化科学部に配置転換されております。で一方で今宇都大学の学長先生が、災害看護の権威である関係で、共同災害看護専攻の大学院の事業を一つ担当することになっています。でまあ、こんな感じですが、とにかく高知県というのは南海地震をはじめもう防災防災に人に特化するんですよ。しなきゃいけないの県民のためだということで、いろんなことが起こったんですが、まあ、ご紹介いたしますと、こんなところにありまして、キャンパスが2つに分かれておりまして、私はこちら の後ろのそばの目録からある高知キャンパスに住んでいて、この周りには実は寺田彦先生ゆかりの、旧、昔住んでらっしゃった場所の建物が、あと高知県の文学館というのがありまして、それは実は寺田彦先生のご遺品をもともとは収蔵するために作られたという、そういう非常に寺田先生には縁がある場所です。で今、残りのこちらの方に作られたのが、高知医療センターという、大きな病院のそばに作られていまして、この資格、いわゆる資格取得系の産学部になっていまして、ここでは、この私たち文化もう文化学部しかありませんが、文化と、この産学部ではだいぶ、色合いが違うなというようなことでやっております。では、ずっと開拓が続いておりまして、じゃあうちの大学は一体どのくらいの国際ですかというのが辛いのですが、来年度また開拓した結果にこう言いますと、来年学部4学部で340名ですから、了解して1300とかで、あと大学院もやっておるんですが、1学年の定員は40名ぐらいです。で、2つありまして、看護研究科、それから私たちの関係する人間性哲学研究科というのがあります。で、この看護研究科の中に災害看護学に特化したグループがあります。で、要するに、これ前お話ししたんですが、高知県というのは非常に少子高齢化とか地域課題というのは、南海地震防災、本当は最近今年の夏は気象災害で、皆さんテレビでご覧になったかもしれませんが、そういう災害が非常に多い場所であるということで、県民のため、あとは特に男子学生の、県内男子学生の進学先を、確保するというのも、あんまり大きな声では言えませんが、その一つの大きな、要因だと思います。で、県内には大きな大学としましては、高知大学と、あと高知工科大学というのがあります。で、高知大学は、国立の総合大学ですが、こちらはどちらかというと工科系に特化した大学だったんですが、多分数年以内に、私たちと合併することになります。今の県立大学法人です。で、生活科学の環境理学科というのはコースベースで、一応今も在学生もいなくなって、私たちの学部と、あとは生活科学科というのもあったんですが、配属転換して創立しました。で、一言で言うと、この私たちが挙げた環境理学から観測回数を転換してしまいましたので、過去多分40年ぐらいやっていた、理科教員養成課程も廃止になりました。これは主に中学校の理科教員をターゲットにしておりましたので、小さいながらも物理科学、生物、地学、両方と数学全部揃っていたんですが、もういらないということで、結局地学教育もですね、もう専門教育も教職からも消滅してしまいました。で、一応この建前が現代社会、特に地域社会の教育で生きるための教養として、もう一回、特に共通教育では再現したらどうかということで、今
共通教育に相当するのでは地学と防災をやっていて、で私が移ったこの文化学では防災と地域と観光というのがあります。で観光学や学部では実はちょっとあるだけなんですが、こちらの方ですごく、大規模にやっております。で、まあ、それで、わざわざの高知県立大学のというふうになっておりますが、わざわざうちはだいぶ一般とは違う環境にいるらしくて、まあ、高知っていう場所をもう一回考えてみましょう。そうすると、今たまたま南海地震まであと、いや、いろんな説があって、あと、もう100年あるとか、いやいや、明日だっていう話もありますが、まあ、南海地震が100年に1回くらいでやってくるだろうと。で、一方で、最近、運よく台風は来なかったんですが、この間たくさん来まして、まあ、10年に1度くらいは大水とか台風が来るだろうということで、その高知県民はこう非常にこうスケール全体にしたら短いこの時間ですが、命がけでまず生き残りではなりません。でその後はこう長い時間がありまして、立ち直りつつ順次に備えていくこのサイクルがありまして、そしてああ治ったなと思ったらまた次へ来ると、これはずっと繰り返されるという宿命を取りまして、私たちはいつも災害時はとりあえず人間が最優先ですよということで、むしろこの辺に目をここはちょうど今ここですけど目を向けてやっておりますが、どうもいろんな人の最低に関してはでも命が助かっただけではやっぱり、特にお年寄りの方なんか、なかなか厳しい生活が待っている、それから若い方でも経済的にすごい困窮されているということ で、これって命だけの問題ではないんじゃないか、生活を何とかしなきゃいけないということで、今日お話しする防災っていうのはもう全部をひっくるめたような形になります。で先月の話です、先月の話ですが、みんなが南海地震のことばっかり一生懸命準備していましたら、久しぶりに本来台風がやってきまして、またで8月3日の早朝に、たくさん雨が降りました。で神谷のあふれそうになり、でその結果何が起こったかというと、実は一つ前の大きな集中豪雨というのがこの平成10年にあった。この時には市の市内の東半分が一晩で水没しました。でこれはすごく印象に残ったんですが、今回はこの後の防災工事等の効果もあったという話がありますが、この水没地域ではあまり被害がなくて、むしろ昔平成10年には平地だったこの高知県の一番北にある山裾でたくさんの土石流や斜面崩壊が起きました。であとはこんな一つなんですが、大体1年生に一番最初に教えるのは、高知って今こう書くけど、歴史的にはもともとこういう字書くんですよと。で、山行くね、長野壁のお父様や山直しのお父様は、本当に水に苦労して、高知と今こうなってる。だから、地霊地震がですね、もともと水害や土砂災害が多いところなんだと。その結果、地盤がずぶずぶですから、必然的に、土地が低い。土地が低くて、ですから地震にも弱いということを喋ると、入学前に何を教えてくれなかったかと言われました。一番最初最近ご父兄の方がすごく心配されていて、入学の通知書にこれ入れたらって言ったら即に却下されました。そんなもん入れたら来てくれないので、来てくれてから入学式の後最後に出してしまいました。これは実際の、これ実は私の家の近所なんですが、なんと私はこうやって皆さんにこうやって防災と言っていて、津波に飲まれるとあんまりかっこよくないので、一応標高60メートルの山を削って平坦にした住宅地に住んでいるんですが、その後ろの方は後ろもっと高い山があります。でそっちの方から流れてきました土石流が、一応石があって、岩石は止まったんですけど、流木とかですね、泥水がわーっと広がって、あっという間です。これは多分1時間か2時間でこう町の3分の1ぐらいがこう水が流れていきました。ただ幸いなことに、みんなね、この家をですね、高いちょっと一夜上げてらっしゃったんで、この自動車がちょっと使ったぐらいで、はっきり言って半日1日で回復しました。だから良かったんですけれども、そのみんながいるには、なんでこの高台に住んでいて水が来たんだと。いや、そ
それはハザードマップ見てもらったら、これはもう昔から土石流が来るよって書いてあるし、あのその先この小さい谷があるんですが、建てたらちゃんと立っていて土石流危険渓流って書いてあります。でその真ん前に実はもうあのお家が建ってる、いや谷を塞ぐようにして建ってるので、すごくいつも危ないんじゃないかと思ったんですが、さすがにちょっと今回はあのこの後あのちょっとしばらくご親戚の家に泊まられたようですが、この時はすごくてこうマンホールから雨水を吹き上げたり、この部分が全国版のニュースにも時々出てきましたけど、川はこっちです。であっという間に溢れて、私はこういつも通勤してますが、その結果あの、まあ、団地は孤立してしまったわけですね。でそれでみんな10年に一度のやっぱり雨も大変やって急に気がついて、例えば明日の晩は地元の防災会で緊急そういう集会があります。で南海地震の時にはこの斜面も多分崩壊するであろうし、ここも崩壊するであろう。で津波が手前になってきますので、ね、要するにしばらく1週間は自分のことだなっていう話です。そういう場所で住んでいて、やっぱりあのこの全サイクルをよく考えて人生って設計しなきゃいけないんじゃないかということを今考えています。でみんなに聞かれるのは、なんで最近あの自然災害が多いんですかという時には、じゃ地球のまずリズム、あの気象の先生に聞いてみよう。それから、だけどその災害を大きくするのはやっぱり人間の概念の問題があって、この人にあのこの不幸な出会いがあると、災害が起こるんですよというような話をしています。であの私たちの古代地球の範囲ではいろんなあの誤説がありますが、まあ今、非常に地殻活動、地震火山は活動が元気で、まあ、数十年は続くんじゃないか。で、この夏をはじめとして、極端な気象現象がさらに増加するであろう。で、一方、じゃあ人間はというと、都市は過密化するし、私たちの高知県の大部分を占めるような、中山化は過疎、あるいは山々。で、あと、全体として、日本全体、世界全体としてネットワークは、さらに、緊密になっていきますが、これは要するに、ある意味こう弱点が増えていく。ですから、まあ、この自然災害にはどうやって対応しましょうかというと、この2つをちゃんと勉強して考えろということになりますので、まあ、とりあえず言いたいのはやっぱり地学教育っていうのはこう地球のリズムをまず教えなければいけない。でその時にですね、地学教育と防災教育というのをどう切り上げていくかというのは、あるいはどういう応用させていくかというのはいつもの悩むところなんですが、私自身はですね、やっぱり地学教育って宇宙の不思議をやっぱちゃんと正面から教えて伝えた方がいいんではないかと思います。でちょうどあの昨日は京大の総合博物館に、まあ、あの高尾先生のお話聞く機会があって、いや私はやっぱり天文現象っていうのは防災には役に立たないんですが、やっぱり人生のなんかもうつまり星だってやっぱり生きて死んでいくんだとか、あなたと人間のことを言いますと、あの私は、元々天文少年ですが、鳥取県に住んでおりまして、プラネタリウムもなければでっかい望遠鏡もなかったんですが、でちょうど展示の一番その最近に近いところで何人か知ってらっしゃる先生の名前があって、例えば倉敷のアマチュアの本田稔先生っていう大きい星が新星を見つけられた先生に、私はよく考えたら小学校か中学校の時に手紙書いていろんなことを聞いたような気がして、ちゃんと返事をもらったというのがさっきのやっぱいい先生になったんだと思います。それもありましたし、それから友人が、ちょっとあのお金を持っていたお家で天体望遠鏡を買った、そうすると見せてくれたんですね。でやっぱりその、月とか星とかそのダイレクトに見ることが非常にインパクトになって、天文少年になった。でそのうち高校になって星の写真を撮るようになったんですが、そうすると天文の中でもし昔の天文少年少女の方がいらっしゃれば分かるんですけど、反射望遠鏡で木部さんという方が非常にいい鏡を磨かれる人がいて、それをちょうど紹介されていて、私はこの人の本を読んで反射鏡を磨きましたと言ったら、そういう人が多分まだいると思います。だからその中でどんなそういうことがあって、最後に京都との縁を言うと、夏休みに、私は、親戚が富士におりましたので、夏休みに鳥ヶ島に行きます。
青少年科学センターというのが、藤沢市の国の多いです、深草です、にあるんですが、そこに行ったら、天体望遠鏡の25センチってすごいでっかい望遠鏡があるということで、でわざわざ見せてくれたんです。その辺がずっとあって、小学校の時に私が天文学をやると決めて、その時にパッと調べたら、望遠鏡のでっかいのがあって、天体望遠鏡があるのは東北大と東大と京大ぐらいだっていうふうになってたので、私何も大学の難易度を知らなかったんで、一番近いから京都というふうに決めたんですが、おかげさまで何かの間違いで来たんですが、だから入ってみると、実はまた人生のようなことがあって、ちょっと要するに一般層、今から思えば、1回生に入ってすぐに、向こうにも一般相対論のゼミを取ったんですよ。で、もう2人、やっぱり天体物理をやるんだっていうのがいたんですけど、その3人はみんな、すぐ転校しました。で、私はだけど、幸いにして、その後は、山を登ることになりましたので、まあ、宇宙から地球に展開したんですね。で、現時点では、防災をやってくれっていうふうに言われるんですが、どうも、この地球の不思議、宇宙の不思議を素直に突き詰める宇宙教育と、この人間活動のに重きがある防災教育とやっぱり違うんじゃないかと。ですから、社会系の総合科目として見た方がいいんじゃないかなという気がしてきています。で、この先はよく言われるやつなんですが、私たち地球科学が直接コメントできるような防災の分野というと、まあ、これですね、最大点は、例えば水害でもこれって前にも水使ったことがありますというところが、必ずまた水に浸かることが多いですし、山がないところで山通で起こらないのでというと当たり前だと思われますが、結局その場所場所で素因流があって、まあ、もともとやっぱり起こりやすい場所があって、そこに地震とか台風とかそういう気象現象を発生するような現象が引き金としてやってくるという、考え方をしていますので、素因がある場所に流入作用していく災害になる。だから、めったやたらに災害が起こるわけではないが、起こる場所は起こるようにして起こるという、そういうような話になっています。そうすると、じゃあ、私たちは地学教育として、やっぱり狙うところはリズムというものがあるということとか、素因流入の理解をするためには、現在のハザードマップを見る基礎知識とか、そういうものが必要です。で、あとはこの辺ですね、今、いろんな情報通信機器があるんですが、これを使ってどうやって情報を伝達するか、さらに、この先はどうも地球科学の分野ではないんですが、人間というのは、逃げろって言われても逃げないので、どうやって逃がそうかっていう、これは、また人文科学の分野になるのか、そういうふうなところが関わってくると思います。ですから、高知の例を挙げれば、皆さんも見た瞬間にご覧のように、この辺って、土地が低かったらこうやって平野ができているわけで、この辺見てもらったら、谷が深いし、たくさん、土砂災害が起こったらどうな、それからこっちに砂浜が開けてますから、もう何回するたびに、大津波だっていうのはすぐ分かる。で、非常に普通の方に説明するときに、例えば、予測振動という話をするよりも、これは見てくださいと。これは日野貫之の、土佐日記を書いた時の頃の高知です。で、今これ見ると、県庁ってこの辺なんですね。だから、今皆さん住んでるところっていうのは、海の上なんですよと。皆さん、このドロドロの上に住んでるので、とても土地は低いし、柔らかいし、で、これ地震の時に堤防が決壊したら、津波が来るより前に水がすぐ入ってきますよと。で、あと斜面がいっぱいありますから崩れますよと、すぐに言っておきます。要するに南海地震が起きたら慌てることはない、千年前に戻るだけです。ただ問題は千年前にはここに30万人も人いませんでしたが、現在は、これは震度分布なんですが、この真っ赤なところが震度7です。で、今は、昭和の初め頃までここには都市はなくて、田んぼ畑でしたが、今はこっちに市街地が伸びて、でこの部分がちょうど98年の交通豪雨でも水没した部分です。だからこういうふうに
自然条件は、まあ、基本的にも同じなんですが、都市の構造が変わっていってしまって、昭和のような軽い被害では済みませんよと。で、おじいさんおばあさんが、わしは昭和の貧困では大丈夫やとおっしゃるんですが、お坊さんはそれじゃ助かりませんよというような言い方をしています。で、個人意見の方では、今までバラバラに存在していた地震に関するハザードマップと洪水と土砂災害に関するハザードマップを要するに GIS 化して、これで動画でも見られるようになりました。ですからこれで非常にどの県民もパッと見たらすぐいろんな、これが土砂災害と浸水危険地域ですけど、でこの部分は色ついてませんが、もちろん浸水が火山水害は比較的小さい、津波でやられます。ですからこの辺のことですが、いわゆる安全な場所がないということは分かってもらえばいいと思います。さて、じゃあ広い意味では、まあ、こうやって僕たちが自然災害のことを言ってますが、どうやらそうじゃなくて、いろんな人生のリスクっていうのは本当はあるので、まあ、防災全体でやるのは地球科学だけではなくて、まあ、いろんな、まあ、人文科学系の分野、あるいは政治、経済、全部やらなきゃいけませんけど。で、地学教育会は、まあ、頑張れるところは備えるというふうに言うので、いや、本当は何とかしましょう。あなたは例えば、危険地域に住んでいますっていうと、昔はすごく怒られて、なんていう、縁起でもないと言われたんです。最近みんな諦めてきて、そうかって言うんですが、諦められても困るので、やっぱり無意識に防災にいろんな行動を取ってほしい、そういうのができればいいなって。実はいろいろ言うんですけど、まあ、人間は元気でなければ逃げることはできませんから、今お年寄りで歩けない方っていうことにかく減らさないととんでもないことになります。あと、町の構造も変えなければなりません。で、まあ、いろいろやることはあるんですが、結局一番先にやることは、耐震化が最優先。で、耐震化っていうのは、水にも、つまり、土台もきっちりしますから、水にも強くなります。しかも、これは最優先と言うんですが、これ言いますと、お金ありません、愛着がありますと言って、みんな拒否されるので、なかなかこれは難しいと。で、ただみんなが一生懸命やっている人の傷だとか一生懸命訓練するのは、その後の段階で、まあ、命を助けるこの部分というのは普通でいうところの防災になるのかなと思います。で、じゃあそういうところにあるうちの大学はどうになってくるかというと、看護学、特に大学院の方で、これご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、国内初の高校私立共同大学院という、まあ、画期的な、取り組みで、定員が10人しかいません。そこに多分何千万対億単位の拒否を投じて、このグローバル災害科のグローバルリーダーを養成するという特別の、まあ、プロジェクトがあります。で、私たちはじゃあ何してるのかというと、千葉大学環境リモートセッティングセンターの近藤先生と私で、この2人で、結局内容的には地学教育、地理教育、防災教育をまとめたような形の講義をすることになっています。だからそのプログラムの全体像を行っていて、私たちがこの一つだけなんですが、まあ、学際領域、じゃあ他を全部見ていただくと、災害策はもう本当に災害感動のための大学院です。ではちょっと内容はまとめると、要するに地球科学に関する広い知識を利用してやると。近藤先生はどちらかというと、まあ、地理学ベース、あとは福島でずっと取り組んでいらっしゃる、だから私はどちらかというと変動の方に、目を向けて、まあ、近藤先生が東日本の方なので、西日本ではしばらくすれば南海トラフ前の直下地震が、まあ、この西日本で起こるんじゃないかみたいな話をしながら、まあ、話をしていってくれるという話になっています。で、学部教育は、まあ、いろいろあるんですが、まあ、今、いろいろそういうことを介護してきましたが、要するに4つになって、私の担当は4つになりました。で、うちの大学には地球科学系の先生は海洋科学かつ理科教育で非常に優秀な先生が、兄弟出身の先生がいらっしゃって、その2人で実際やっています。で、私が古代地球系で、その地球環境形成ですから、災害のことをやりたくはなかったんですが、1回だけこれからさっきお話ししたように日本列島も地震多いですよ、ちょっと災害、気象災害も多いですよ、ちょっと備えましょうって話をします。で、その次の、海洋気象学の、海洋だけ学の先生は、まあ、海洋の形成過程とか、あと一部気候変動の話をされます。で、あとはさっき高知はどんなところかっていうのは
とても大変なところだっていうぐらいの共通科学です。で、これがちょっとなかなか自然災害と防災の科学と銘打ってあるんですが、さっき議論のところでちょっとどなたかおっしゃったと思うんですが、この科学をどこにつけるかっていう話で、ひょっとしたら最近の私の印象では自然災害を科学と防災とするべきではなかったかと子供たちは思っています。だから自然災害のメカニズムを理解するという部分と、こういう防災の試みの部分というのはどんどん違うんじゃないかなと思います。で、あと資源とエネルギーについても、エネルギー その生成過程とかそういうのが地球科学ですが、まあ、経済の話になってしまいます。で、文化学部に来て私何やってるかというと、なぜか観光の地、観光の都市大会ってことをやってて、要するに世界各地の自然公園を回って、なんでそこがそんなきれいなのかを説明するという講義をやってますが、その時にどうしてもプレートテクニックとか、あと地形の進化とかやってますので、この辺がちょっと不思議で、防災文化論というのは私もちょっとよくわからないんですが、何なんだと。人間というのはどうやって防災のために自分の村とかですね、作り返してきたのか、いろんなことをしゃべってます。それで、多分そのこれは特殊で、さっき言ったように、寺田プライク先生の、ゆかりの地に近いので、恥ずかしながら、随筆をもう読んで、学生と一緒に議論して、ついでにおまけはですね、書いてあることがちゃんといけば分かりますので、回ってます。で、あと、例えばこんな感じです。1年目、そういう怪しい講義をやったら、2人しか学生来ませんで、じゃあ、寺田先生のこの、ディズニーの、それから、これが皆さんご存知の寺田トラヒコ先生が残してくれました、返済を忘れたのという、本と書いてある、もともとの寺田先生がお住まいだった家を移築したものです。で、ところがなんかよくわからないけど、強いとしてはバーッと増えまして、今年のもう来るなんていうぐらい、なんか、何が面白いのかよくわかりませんが、ただこんなわけあいあいとやっておりますが、でも、実は、歴史で考えてみると恥ずかしながら、この私も順番に読み直してるんですが、寺田先生すごくて、少なくともこの津波と人間と天才とここだけを読んででも、これ読んだだけでも、もうほとんど現在いろんな人が言っている防災の問題点って全部書いて、ほとんど全部書いて、で、例えばこれもありますし、これはもう大丈夫です。この津波と人間で、ちゃんと日本みたいに災害のところではですね、普通教育と防災教育しなきゃいけないとか、であと人間というのは何度言っても同じことを繰り返すのでしょうがないなと。人間界の人間自然現象という言葉を使われている、そういうふうにずっといくといろいろあるんですが、あと最後は例えばこれもよく言われるんですよね、防災施設を恐怖にするとそれを超えた超大型しか災害がなくなってしまうので、結果的に亀裂の度を増し、それからあとネットワークが破壊すると全体に影響が及ぼすことも全部書いてある。本当にすごいです。ただ、ちょっと私が思ったのは、また非常に偉いなと思って、寺田先生の有名な句で、好きなもの、いちごコーヒー、花火師、懐でして宇宙警部が、こういう境地に達すればいいなと思うんですが、さて、寺田先生も当時、昭和の初期ですね、あの頃にはさすがに想定できなかったのは、自分の国がいつか少子高齢化の波に飲まれ、災害時応援護者が激増し、逃げられない人、厳しい避難生活を受けられない人が増えるとか、その地域全体が衰退する、ここはさすが今のところですね、私が読んでいる随筆ではまだ見つかってないので、これが私たちが新たに確認するのかなと思います。で、今は何してるかというと、一応本業はこっちなんですけど、第1、2号が順調に進んでまして、合成海溝レーダーを使った水害や土砂災害方法の観測を今、高知県でメインに。JAXA の方と、やっています。で、これから、どうするかというと、今地域 の地域防災会の役員もやっているので、つまり普通の人が一体何を考えているのかというのがだんだん分かってきて、でこんな風に考えるのかな、であと学校ですね、それからあと新聞社とかテレビ局の方から問い合わせがあると出かけていって、この記事はこう書いた方がいいよとか、そういうことはやらせてもらって、あとはそれが研究に近いんですけど、
まあ、人工衛星が特に合成回顧レーダーを、まあ、使っていきたいというのと、まあ、最後っていうか低迷のためにはやっぱり災害看護が一番役に立つんだろうなということです。ということで、まあ、私はとうとう文化系になってしまいましたけど今あの文献取り系の有効というのを最近考えていますから、最初は考えてたんですが、実際文化学部の中に入って文化系の先生とお話をしているとどうやらやっぱり融合することができないだろうということで、今は取り合わせという言葉を使わせてもらった。やっぱりいいところ使い切るところっていうのがあるので、それをない場合に使っていく、この地学教育と防災教育もこれはもう取り合わせていくしかない。ですから防災という話ではどうしてもこれは学問なのかと言われるとつらいですが、生活の知恵を目指すべきなんだろうなと。で、高知の場合は、例えば耐震化から早く水やとか、特に土砂がもう崩れたら逃げようがありませんので、早めに入れてくださいというのは、まず、まあ、今言っているようですが、心の底では本当に私、こういう本当に宇宙の果てとか、そういうのをやっぱりやってほしいなと、私たちもできるだけできなくなってきましたが、この後高知県の方で、新しい科学館の、計画がありますので、そちらのお手伝いを高知県では仕事がなくなってしまったので、岡山県の SSL 地方のお手伝いをしています。非常に現在の高校生で、先生としては凄まじくお金を投入するんですが、アメリカの NASA に連れて行って、話を聞くとか、平気でやってます。そうすると、帰ってくると、やっぱり実物にあって、見た目がキラキラして、すごく成長があります。で一方で理科系だけじゃなくて文化系と言われる人たちも、特に天文学は文化系の女子学生さんも非常に興味を持つことが分かってきましたから、まあ、積極的にやっていて、何ていうかサポーターを増やしていただいていいんじゃないかなと思います。大丈夫です、すいません。寺田先生の随筆すごい印象に残って、あで実はこういう話だったんだっていうのを今日お
伺いしてあったんですけど、僕が一番印象に残ってるのは、ねえ君不思議だと思いませんかっていう口癖が有名じゃないですか。でまあそれは中井吉郎先生が気にしてたって話なんですけど、いやそれをなんかその防災教育っていうと こういう答えを教えていくっていうようなイメージなんですけど、そう答えは本当はあるんだけど、ねえ君不思議だと思いませんかをまずあの意識の中に入れていく。で、まあ、答えは実はこの辺にあるんですけど、その問いをまず持ってもらうことだけをまず優先的にこう広げていくっていうのは、なんかこの土地には特に聞くような気がして、お話伺ってて、その随筆を広げていくっていうことと、まあ、文学の力だなっていうふうには僕はすごく感じます。小学校の先生にはこれこれで読むとちゃんとしたものを見せて、寺田先生の随筆をとにかく配って、まず読んでくださいと。そうするといろんなことが後から分かって、そういう子どもに伝えていくと、さっきの話じゃないですけど、先生がそうやって一生懸命にやれば少しずつ変わっていくんじゃないかというふうに伝えます。多分最近の政府の方針として安全安心です。これ一番大きくなっていると思います。安心はね、100% の安心も得ようとすると 100% はノーリスクなもので状態を仮定するので、それは無理なはずなんで、逆に国民に覚悟をしてもらうという、そういう気持ちですね。はい、ありがとうございます。では行きたいと思います。どうもありがとうございました。続きましては、向井先生、私立大学の非理系活動の代表として、奈良産業大学情報学部の向井と申します。まあ、本日はこちらのタイトルでということですが、まあ、私一応大学としては京都大学で、まあ、竹本先生のもとで、まあ、即時学を学んで、ドクターを出て、まあ、竹本先生の話では最近ではなかなかそのパーマネントな職に就けないという話ではございましたが、まあ、幸いなんとか滑り込んだというような状態でこの三田産業大学に入ったことになります。まあ、ただこちらの大学は産業とつきますけども、まあ、あとはもう今情報学部というような名前からするとなんとなく理系っぽいようなイメージですが、どちらかというとメディア系の勢力が強い学部ですので、まあ、ほぼ文系の大学ということになります。で、まあ、あと私としては食事学を勉強していたわけですけども、まあ、高校まではというか大学に入るまでは一切地学的なことにはそんなに興味がなかったということで、唯一、まあ、私が小学校ぐらいの頃だとまあ、コスモスという宇宙関係の、展覧会があって、あれでボイジャーがいつ温泉にとやってくるかというので、ワクワクしていた記憶ぐらいしか地学に興味持っていた記憶が全くないという状況でした。まあ、ただ大学に入って1回生の時に教員免許を取るために実験系を取らないといけない。まあ、それでは地学の地球科学実験を、まあ、とりあえずまあ実験ついてるから取ろうかという手で取ってみたら、あんまり面白かったという感じですかね。フィールドに出て、まあ、測定とかするんですけども、通常は高校までの授業みたいなものだと比較的短い時間にいろんなことをやらされると、まあ、覚えたりしないといけないということだったんですが、まあ、その時に受けた実験というのは野外に出て装置を置いてしばらくぼんやり眺めて、それで帰ってぼんやりとゆっくりと、解析してというように、非常に時間の流れがゆったりとした学問というので、あ、これは自分の性格に合ってるかなということで、まあ、こちらにやってきたというような感じではあります。まあ、そういうことで即時学を出て、まあ、ただ自分の専門とは違うような文系の大学に来て、まあ、そこの中で地学教育に絡んできたということになります。で、あと今のこちらの所属に2つ大学名ついているんですが、実は先ほど大村先生の発表の中で海祖という話が出ていましたが、実は私の大学も海祖いたしました。
今年度から改組されて、実は奈良産業大学という名前はまだ残ってはいるんですが、ここに奈良学園大学という名前に大学が変わって、かつ学部がガラリと変わってしまったというような状態です。まあ、今年度発足したというか、新しく新設された学部とか大学、学科というのは近畿だけで14大学あるんですが、まあ、その中の一つということで、非常にいろんなところで現在学部の改組とか大学改編とかが進んでいます。まあ、これは18歳人口が減りつつあるということで、なんとかその少なくなる倍をそれぞれの大学が確保しようと動き回っているという結果になりますが、まあ、うちの大学はそうした中で近畿の中では非常に小規模の大学、現在の所属学生が大体700人を切るぐらいの非常に小規模の大学ですので、まあ、なんとか学生集めやすい学部ということで、まあ、最近人気のある教育系と保健系が、出来上がったということになります。で、まあ、その煽りを受けて私の所属する大学はこの先細りということで、平成28年度末をもって消える運命にあるという、まあ、そういう大学の学部に所属しているという状況です。で、まあ、そうした中で、実はここ の新しい学部を設置する、まあ、私は現在全く所属もしてない関係のない学部ということではありますが、その新しい学部を設置する準備が2012年を中心に行われていたわけですが、その中で共通教育科目、いわゆる教養科目のカリキュラムを作成する、まあ、その教養教育というのをどういう形で、行っていくのかを検討するグループの、まあ、取りまとめ役をちょっとやっていたということで、その中の自然科学系の科目を、いろいろと考えていたということから、まあ、今日はその地学関係の私学の、教育事情というのを踏まえながら、本学のその地学教育も紹介してみようかと思います。で、そうした教養教育が、まあ、どういうふうに地学で行われているのか、まずそのカリキュラムを作る際に、まあ、他の大学でどんなことをやっているだろうかということから、近畿の私立大学、最近ではウェブ上にシラバスが公開されていたりするので、それらを少しずつ丹念に集めて、そのシラバスの中から、まあ、いわゆる地学的な科目であったり、まあ、地学物という意味では少し幅を広げて、自然災害や、まあ、防災といった、まあ、環境問題を取り扱っているような環境関係の、科目、それがどれくらいあるかなということで、まとめてみるとこんな感じの分布になっているという状況です。まあ、いわゆるオーソドックスな、例えば地震のメカニズムとか、大気や海洋の構造とかその動きといったことをやる、まあ、いわゆるオーソドックスな地学といった科目を行っているのが、まあ、この地学単独と、あと環境と抱き合わせて、やっているものを含めて、大体4割弱ぐらいですかね。で、あとは自然災害とか、まあ、先ほど大村先生発表されたような、まあ、防災という側面、もしくは最近では地球温暖化というキーワードがよく出てきます。その地球温暖化のような環境、地球環境について、まあ、中心に、行われている、科目というのが、まあ、こちらの環境単独と、まあ、そのいろいろと抱き合わせていたりする、まあ、大体7割弱ということで、まあ、こうして見ると意外と地学関係、地学系の科目を持ってないような大学というのは、まあ、4分の1なんですが、意外と多くの大学が地学的な科目は教養課程に用意していたりするということになります。まあ、ただこれはあくまでも用意しているだけで、実際に履修しているかどうかっていうのはまた別問題にはなりますが、少なくとも学生が地学教育を受ける機会は用意、設けられているという状況になります。で、その中で中身として何をやっているかということで、シラバスの中にいろんな単語が出てきます。で、まあ、その単語の中を一つ一つちょっとキーワードとして洗い出して、どういう分野に属するかということで、仕分けてみると、こちらは地学系の科目を開講している、まあ、先ほど開講なしの15校は外してということで、45校のそれぞれの科目のシラバス
の中に、ある書いてあるような項目を拾い出してみると、まあ、いわゆる一般的な地学的なの中で、やはり人気があるのは地球の歴史というような、まあ、地球が生まれてから、まあ、例えば全球凍結みたいな大きな出来事があったり、生物が大量絶滅したりとか、そういったの地球がどういう歴史を踏まえて今のような状態に至ったかというような、そういう歴史的な話を中心に挙げている科目というのは非常に多く見られます。まあ、それ以外のものはいわゆる一般的な地学の教科書的な内容ですが、まあ、やはり文献を含めて受講するというのが教養の科目ですので、そういう意味ではあまり数式とか難しい法則とかそういうものを使わずに、なんとなくイメージで物語として受け止めることができるような内容というのは非常にやっぱりよその大学でも人気があるのかなというような感じがします。まあ、実際は私も10年ぐらい前から地球科学的な科目を担当して、教えたりしたんですが、やはり最初の頃はこっちのオーソドックスな内容をメインにやっていたんですけども、あんまり学生の受けが良くないというか、何言ってるかわからんと言われる、まあ、ここでは文系ですので高校までで地学やってないのは当然ですし、まあ、当然ないのは物理とか化学、数学すらあんまりまともにやってなかったというようなこともありますので、そうなるとちょっとお話ストーリーとして話を、出しやすい、まあ、地球の歴史の方に現在シフトしつつあるという状況になっています。まあ、あとは環境的な問題としては、まあ、地球温暖化というキーワードがここの中に入っている状態になりますけども、まあ、環境問題を取り上げているような科目というのはほとんど大体のところでは取り上げていますし、ただ若干意外だったのは自然災害という、まあ、いわゆる震災とか台風災害とか水害をキーワードとして挙げているのが、まあ、全体の3分の1程度という、それほど多くなかったのがちょっと意外ではあります。ただおそらく今後はこういった自然災害を、教えようというような動きになっていくんじゃないかなとは思います。で、そういう中で、まあ、本学の、まあ、地学教育の方、自然科学系の科目を、まあ、いろいろと検討して、まあ、現在、実際に行っているわけですが、まあ、実際行っているのはこの右側のもので、最初の当初は非常にオーソドックスな、高校でも出てきそうなそういった科目名で用意していたりしました。ただこうした当初想定していた科目名で、全部で6教科というか6科目ということですが、まあ、こういう案を出してくると、まず事務方の方から財政的な問題があるので科目を減らしてください、まず言われて、まあ、ちょっと苦しいと思いながらも、なんか科目を一生懸命減らそうと努力し始めたのもありますし、あと同時に教育学部もできるということで、まあ、教育学部のに所属する予定の先生たちと、まあ、共通教育どうするかという話もしたりしたんですが、まあ、その教育学部の先生のおっしゃることには、誰もこの自然科学系の科目は取らない、そんなに用意してどうなりするんですかと言われて、それはその教育の先生がそんなことを言っていていいんだろうかと思いながらも、まあ、小学校の、家庭の先生ではあるんですが、ちょっとショックを受けながら、まあ、私としても法人の方が、大学というか私学ですので、やはり上の方が力を持っていますから、まあ、減らせと言われたらある程度見かけ上減らしていかないといけないということで、まあ、ここでは例えば物理と地学を抱き合わせた形になっています。ということで、まあ、科目名としては物理と地学の基礎という科目名にしていますが、まあ、実際担当しているのは私という担当ですので、まあ、物理を頭に持ってきますが、実際のところはこの 地球物理というような感じの内容になるという状況ですかね。まあ、そうしたことで、ここではいわゆる地学一般的な地球の自然現象に関して扱うような科目、そしてこっちの方が環境問題とか環境、地球環境について扱う、ここで防災とかを扱うような科目というような形で、まあ、比較的他の大学でも一般的に行われているような内容は、学習機会としては用意できたのではないかと思っております。
ただまあ、そうやって科目をあれこれくっつけたり切り離したりしている中でちょっとつい忘れてしまったが、地球の歴史的なことをあんまり、触れることなく、そっちの下の方の一般的なポストドックの内容がメインになってしまったのはちょっと不可欠なところではございます。まあ、あとは環境関係としては一通り災害的なことは触れていっているという状況で、まあ、少なくとも学習機会は現在の学生さんに、まあ、有することはできているんじゃないかなとは思っております。で、例えばこちらが生活と環境という共通教育科目、これはもうすでに全日勤看護系の学生に対して行ったわけですが、まあ、前半がこれは化学系の先生が担当されている、まあ、いわゆる本当の環境問題の酸性雨とか大気汚染とか、そういった化学が絡んでくるような環境問題を取り扱う項目で、まあ、後半の方が自然災害ということで私が担当している項目になります。まあ、奈良という土地柄、実は台風災害とか水害とか土砂災害というのは非常に頻発するような土地柄ですので、そういう意味ではこうした挙げた自然災害のうちでおそらく津波と火山というのは直接奈良にいたらあまり関係がないというか関係ないんですが、やはり現在の学生さんはいろいろと活発にいろんなところに動き回っている観光に行ったりするわけですから、こういう災害を紹介するときに、まあ、自分に関係ないと思っているよ、もしかすると観光地で出会うかもしれないよというようなことは言ったりして、できるだけ自分に関係するということを意識させるようにはしていたりします。あと先ほどの、まあ、大村先生の話がありますように、看護系だと災害救助ということで、看護自分たちが災害に関わっていくこともあるわけですし、そうした災害にの看護ということに出かけるとともに、まあ、自分の家族を守るというジレンマも生じますので、そういった意味で看護系の学生に対してはかなりの自然災害というのは非常に、強く印象に残ったようなアンケートではあります。で、こちらは、まあ、そのアンケートということで大抵、授業アンケートを取ったりしてますけども、まああまり対策はアンケートの中に書かれていなかったのでちょっと残念ではありますが、まあ、動画をもうちょっと、使って分かりやすくしてくださいというような感じのことが書いてあったり、パワーポイントだけでなくて、いわゆるワークシートみたいな、まあ、多分高校でよくこういうのを使ってたんでしょうかね、穴埋め状態的なものを授業の中でやれるといいですねというような感じのことは書いてます。まあ、ただ個人的には別にマスに穴を埋め立てたらといってそれで授業が完成するわけでもないので、もうちょっと考える力がつくような授業にしていきたいと思っています。まあ、そうした座学を行うときに非常に、まあ、問題になるいろんな要素があるんですが、まあ、最初は関心がなかなかうまくマッチしないというのもありますし、あとはそれぞれの個々の学生の学習背景というのがだいぶ違っている、まあ、そういう意味で言葉よりもやはり視覚的にパッとイメージ取れるというのは映像というのは非常に有効だと思います。ただ映像とかを見せるとどうしてもその映像が単に映ってああそうなりましたねって情報が素通りしてしまうというケースがまあまああったりするわけですね。そういう時にやはり映像で何に注目すべきかポイントを発問によってですねもう一回確認するということが重要になるかとは思います。まあ、例えば土砂災害だと土砂災害の土砂崩れの映像とかいろいろと手に入ったりとかしますので、そうした土砂災害の土砂崩れの映像を見せながら事前の前兆現象というのは、木の根がプチプチと切れる音というのは言葉ではプチプチと切れますと書いていても、実際それがどんな音なのかというのは映像を見るとやはりあこういう音かというのは確認できますから、その映像を見るときに何に注目するのかを気をつけながら、見せるということが重要とは思います。まあ、そういう意味では他の大学も似たようなことが行われていて、まあ、音楽もそういったことを、まあ、一応考えながら授業を進めているという状況です。あとちょっと時間がなくなってきたと思いますので、ちょっと駆け足していきますが、そうした通常の座学型の授業だけではやはりあまり外に出てフィールドに出て
いろいろといろんなことをやるというのは時間的な制約もあってうまくいかないので、それ以外の課外活動的なものとしては、プロジェクト演習とか地域貢献も行うの中に学生を組み込むということをやったりもしていますので、ちょっとだけそれを紹介して終わりにしたいと思います。例えばプロジェクト演習というのはある課題を設定してそれに、学生が取り組むというような内容ですが、ここでは例えば ある先生、学内の先生が放射能汚染の研究をやられていたりするので、そういった研究の一部を学生に、も含めてですね、巻き込んで行うというような、そういったことをやったりしています。実際にこうした福島の現場に行って、そこで土壌を採取したり、放射線強度を測定したりというようなことをやっていますので、フィールドに出て、そうした実体験できるというのは非常にいい機会だとは思うんですが、なかなかそこから自発的に学習に、もうちょっと自分なりに勉強してみようというところに今のところつながっていないというのが残念なところだとは思います。ただそうした中でこういった図を作ったりとかそういう研究成果をまとめるというところまでは何かいっているという状況にはあります。あとは地域貢献的に科学教室の運営に学生を巻き込むということで、どういったことを子どもたちに伝えればいいかというようなことを学生とともに考えたりしているわけですけれども、実際に学生と一緒に考えたというようなものとしてはこれはいわゆる太陽系ですかね、太陽の周り地球と火星が回ることで、いわゆる火星の逆運動を確認できるようなそういう、模型を作ってみようかということで、そういう模型作りに、参加させたりしたんですけども、やはりこれも一過性にちょっと終わってしまっている嫌いがあるのでこれをもうちょっとですね、本当だと PDCA サイドでぐるぐると回すようなそういったことをしたいところではありますが、学生も一旦教室が終わったらそこで終了というような形になってしまっているのがちょっと学生の指導、学生への指導能力の問題として、私たちの方に投げかけられている状態にはなります。というような、そういった、自学教育、現在、いろいろと行われていますけれども、まさにそれが実効性を持たせているかどうかというので、もうちょっといろいろな工夫が必要ではないだろうかという状況になっています。以上です。どうもありがとうございました。ご質問、コメント等ございましたら、お願いします。電子メールで質問を受け付けてらっしゃるちょっと言った時だったんですけど実際にどういうのが来るんでしょうか、はい、すいません受け付けますよとやってるんですが私の方には一切してません申し訳ないことに研究室もいつでも来てもいいですよと言っても誰も来ないというちょっと寂しい状態唯一授業が終わった後に質問室に来るというのはあるんですがそれ以外であえて質問しようというそういう学生が今のところ出ていないというちょっと寂しい状況になっています。実は僕も似たようなことをやっててですね逆にですね授業をやってから質問を受け付けじゃなくて授業をやる前に何に関心があるかっていうのを先に出させるっていうのをやるんですけどそれだと必ず出すじゃないですか。そうするとそれに対して答えるっていうのから始めると1つ目3つ目は割と早く来るんじゃないかなっていうのが僕が考えてると思います。なるほど、それはちょっと考えていなかったですね。私がそれに近いことをやってるというのは授業の後で毎回のレポートみたいなものを書かせるんですがその中に感想的なものを一緒に書いてもらったりしています。それを次回の時に返すんですけども、その感想とかに対して一言コメントをつけたりして返したりということで電子メールじゃなくて紙ベースのやり取りは若干しているという状況になります。はい、じゃあどうもありがとうございました。次のご講演は山口大学の三沢健さんです。日本における天文学者の分布という題目でございます。山口大学の辻沢です。私自身は、天文学の研究をやっておりまして、近くの、こういう会に参加するのは実は年1回でありまして、木本先生に呼んでいた
については、発表させていただいております。ちょっとここ2年間ほど休んでおりますので、今年はぜひ来ようと思っている情報がやってまいりました。それで私自身は、天文学の研究を行っておりますので、天文学者のことについてお話をしたいと思います。ただその話に入る前にですね、私が所属しております時間学研究所というところについて少しだけ当山口大学について少しだけですね、話をさせてください。秋元先生の最初の話にありましたように、大学は今、非常に大きな改革を迫られておりまして、でその改革が、どのようなですね、影響を及ぼすかっていうことはいろいろ議論があります。で何が起きているのか、それからこの先どうなっていくのかということをよく考えなければいけないんですけれども、そのことですね、少なくとも従来のですね、学問の負というふうな、伝えはですね、もうなんか大学時代ですね、今それを投げ打ってしまいそうな、そんな状況であるという事態であります。なぜこういうふうになったのかということを問い詰めなければいけないわけですけれども、それを以前にですね、ちょっと非常に残念な例を一つだけまず申し上げます。山口大学は、全国の国立大学に先駆けまして、学長のですね、トップダウン方式、学長のガバナンス強化というものを真っ先に打ち出しました。学部の教授会の権限をですね、なくしまして、で学部長は、学長が決めるとこのようになりました。で、これをですね、実は全国に先駆けてですね、やっちゃってですね、実は大学の中でもあんまり反対が出なかったっていう、こんな感じです。で、もちろん学長が決めるときにですね、学長が勝手に決めるわけじゃありませんで、しかるべき、選考方法等はありますから、それだけがですね、100% 悪いというわけではありませんけれども、本当に学部の教員あるいは、研究者の意見がですね、ちゃんと学問的な意味で反映されるのかどうかということは非常に、実は私としては心配しております。さて、私が所属しているこの山口大学の時間学研究所、専任教員はたったの5人しかいません。そして、この3月末に、前任の所長が、任期満了に伴いまして辞めました。でその後の後任の所長の選考が行われましたけれども、この所長の選考を行う方針を実は昨年度来、この時間研究所を所長している副学長が、着々と準備を進めておりまして、これを学長が決めるというふうに決定しました。そして、時間学研究所の、運営委員会、つまり、時間学研究所の在り方を決めるまで、その選考を候補者としてですね、出てきた人のうち、この人をベストであったら押しましょうというふうにして、つまり時間の研究所の総理として、提案した人を学長は否決して別の人を送りました。つまり今所長は、時間の研究所の所員誰一人も望まなかった人が所長になっているという、こういうふうな事態であります。これはですね、やり方、ガバナンスのやり方としては、ある意味うまいんですね。つまり、大きな学部でいきなりこれをやりますと反対が起きます。小さなところでですね、やって、前例を作って、それをその後の学校に広げていこうと、こういう作戦でありまして、非常に迷惑になります。実は、そのような学長がですね、決める前に、実はその、ちょっとその選考委員会が決まりまして、その選考委員会で、2対2というふうなですね、票が分かれて、最終的には学長の決断によるというふうな状況になったときに、実は私は学長に直訴をいたしました。直訴はですね、昔から打ち首というふうにです、ね、決まっておりますので、所員にはですね、黙って私一人で行きました。実はですね、所員が5人しかいないんですけども、非常に若いメンバーでして、私が実は長老なんですね。で、それですから、一応ですね、このままではまずいと思いまして、所員には実は相談なしに、学長にですね、直訴して、ぜひともこの先生にしてくださいと言ったんですけども、学長はですね、分かった分かったと言いながらですね、結局違う人にしました。こういうふうなことがですね、今やられる中で分かり通るような時代があります。はい、じゃあ話は本題に戻りまして、私の話はですね、日本における天文学者の、分布であります。で、なぜ、こういうことを始めたのかと申しますと、天文学の研究をやっておりますと、今日ですね、地学をですね、いかに広めるか、普及するかということがとても大きく扱われているわけですけれども、天文学もですね、一生懸命それをですね、真剣に考えなければいけないんですね。
で学問の発展というものはその最先端のですね、カッティングエッジをどんどん切っていくというですね、そういうふうな役割の人もいますし、それをですね、ずっと裾野も大きく広げていかなければ、これ学問として育ちません。で、一体どのようにするのがですね、学問のあり方としていいのかということを常に我々考える必要があると思っています。そして、今日はその下側の方なんですけど、下っていうふうに言うけど、私ですね、広い範囲の方なんですけれども、社会の中に適切な数の天文学者が適切に分布し、おのおのの能力を発揮した研究と教育をすることが必要であろうと、このように思っているわけです。と、掛け声とですね、目標を立てたところで、それを具体的にですね、実行するにはどうしたらいいか。そこで、まず、今回は、天文学者がですね、一体どのような地理的な分布をしているのかということを調べてみよう。この実際調査から始めようと思ったわけです。で、長期的な展望としましては、なぜじゃあそういうふうな地理的な分布をなしているのかということを、明らかにする歴史の研究、そして将来は適切な天文学者の在り方を実現するための提言、このような形に進めていけばよいかと思っております。ただですね、これはですね、あくまでも天文学者の話でありまして、実際にですね、それが本当に社会の中に隅々に行き渡るためには、中等教育、初等教育との関連をですね、考える必要がありますけれども、今回はそこまでは全然行き届いていません。あくまでも、ね、天文学者の話であります。で、天文学者というのはですね、一体どういう人を定義するのかということが次大事になりますが、これは日本天文学会の会員名簿、2012年版を使いました。この中に一般会員、学生会員、それから準会員というのがあるんですが、このうちの一般会員というのが天文学の研究者とみなされるというふうに思われますので、今回はこれを対象にしております。それから学生会員は天文学の教育を受ける人ですが、特に天文学者の候補になりそうな人というふうに位置づけられますので、学生会員も合わせて調べました。調査方法ですが、所属機関ごとの人数をまず調べます。そして所属機関の所在地を都道府県別に分類すると、このようにいたしました。ただし複数の機関に所属するような人が時々いますので、そういう方は 0.5 人と、あるいは 0.3 人といったようなですね、そういうふうな方にして、あります。そして、さまざまな機関にですね、またがる場合、例えば東京の柏に、東大の師匠がありますけれども、その人たちは東京の所属というふうに考えてしまいます。さて、結果でありますが、このようになりました。ちょっと字が小さくて申し訳ありませんけれども、日本のですね、国家機関としての天文学の研究所は国立天文台でして、そこに所属している人は173人、学生18人、このようになります。で、その他の国立の研究機関、例えば宇宙科学研究所、理化学研究所、いろいろありますが、そういうところは143人、それから旧帝国大学には254人、その他国立大学、私はここに所属しておりますが181人、公立130人、私立160人、公共天文台30人、およそ1000人の国分となっております。実はその他ですね、海外、それから海外の研究所、企業、その他の所属、これはリタイアされた先生が多いんですけれども、ちょっと実は400人ぐらいですね、その他がありますんで、1000をですね、対象にしてるんで、ちょっとですね、不十分なところがありますけれども、まずはこの1000を対象にしてます。それから学生は同様に数えまして、357人というふうになっております。所属機関別の分布でありますが、まず左側が、一般会員、つまり天文学者のですね、分布です。国立天文台 18%、国立の研究機関 15%、旧帝大 26%、その他国立大が 18%、公立3、私立16、公共天文台4と、かなりですね、いろんな形に分布しているというのがよくわかりますね。実はですね、俗説がありまして、日本の国立天文台には天文学者の3割がいるというふうに実は言われていたんですけれども、天文学者は割とみんなそういうふうに勝手に言ってるんですけれども、調べてみるとそんなことないですね。結構ですね、いろんなところにバラバラにいるなということが分かりました。右側のデータは、今度は学生の分布です。で、灰色の部分は旧帝国大学の学生なんですけれども、50% は旧帝国大学に所属しております。やはりですね、将来天文学者になりたいという方は、旧帝国大学で学ぶ人が多いなということがかなりはっきりと見て取れました。それから次は都道府県別の分布に参ります。これが都道府県別なんですけれども、ちょっと字がちっちゃくて申し訳ありません。グラフを見るとですね、ボーンと大きく飛び出しているというのが東京でありまして、東京に323人です。1000人中の323人ですから、日本の天文学者の3分の1は東京にいるということが分かります。あんな星が全然見えないところに天文学者がいるというのが大事だなと私は思うんですけれども、その他ですね、神奈川におよそ100人、これは宇宙科学研究所その他があるからです。それからですね、ちょっと珍しいのは、まず帝国大学が多いんですね。やっぱり何のかんの言って旧帝国大学の所在地で、例えば北海道に宮城、
ですね、それから愛知、京都、大阪、といったところにあの多いです。ちょっとアノマリーはですね、茨城ですね、茨城実は多くて43人もですね、天文学者がいるんですね。あのこれは理由がありまして、JAXA があるんですね。で、JAXA があって、公園研があって、それからあの筑波大学があって、茨城大学があって、実はあの例のですね、あの筑波の近辺にあのいろんな研究者がありますので、その関係で茨城はあの得意点です。ちなみに隣接するですね、県は栃木県が1人。あのこれが随分ひどいなと、あの、ですね。で、それからですね、非常に残念なあの情報が分かりましたけれども、秋田と、鳥取と、それから、佐賀に天文学がゼロです。それで高橋先生が毎年私に呼んでくれるんだということです。そういう、あのさらに高橋先生に何がっていうことをですね、まじまじと分かりましたですね。これはちょっと言ってくれなければいけない。それから、9つの県でですね、天文学者が1人っていうですね、かなりあの寂しい状況です。これがあの頻度分布なんですけれども、天文学者は0人の県が3です。それから1人の県が9、2人の県が4、3から5人の県が7、感じですね。6人以上ぐらいはそれなりにいるなという感じがするんですけど、ちょっと0とか1とかっていうところはもう少しなんとかなんだろうか、まあ、このように思うわけです。例えばその県内でですね、なんかその天文学 の, あのイベントをするだとか学び事をするとかいう時にですね、誰に相談すればいいかということになりますね。ちょっとこれは、有識者ではないかなと思っております。でこれをですね、分布図で表しますと、まあ、こんな風になっておりまして、あのちょっとちっちゃくて分かりにくいと思いますけれども、まあ、当たり前ですが、あの人口が多いところに集中しているなっていうのは分かります。そしてそれから、よくある人口なんですけど、日本海側はですね、少ないですね。あの秋田、鳥取、佐賀と、実は日本海に全部面してるんですね。さて、じゃあ次は学生の方なんですけれども、学生はですね、より人より大きいですね。学生会員が一番多いのは東京ですけど、次多いのはですね、京都であります。あの京都はですね、実は素晴らしいあの京都っていうところは非常にですね、天文学者も、天文学学生も多いところだなというのが分かりますが、なんと25の県でですね、天文学学生がゼロであります。まあ、正確に言うと学ぶ学生がゼロなんではなくって、そこで天文学者になろうっていうような意思を持った学生がゼロということになります。あと、ところどころアノマリーがありまして、あの鹿児島がですね、ちょっと飛び出しているところ、まあ、これ茨城はそれはするのはさっきと同じですけども、これちょっと理由が後でありますので説明いたします。で、学生の会員の分布はですね、より、極端になりまして、ほとんど白のところの中にところどころですね、黒の濃いところがこのようになっています。次は人口に対する比率です。当然皆さんこれが興味があるかと思いますので、都道府県別に行ってみます。まずですね、日本の人口ですけれども、これはあの総務省のデータがありますので、それをですね、プロットしてみました。こうやって見ると日本の人口って都道府県別に随分ばつきがあるんだなというのがよくわかりますですね。東京やっぱり多いなと思います。北海道ってそれから人口多いんですね。私も知らなかったんですけれども、さてこれでですね、割り算をするとどうなるかですね、一般会員と人口の比率を見ますと、東京はですね、やはり多いんですけれども2番になります。1番は京都になりますね。100万人に対する、天文学者の人口比率で、25人を超えております。つまりですね、京都府で一生投げると天文学者に対する比率がかなり高いということになります。しかしですね、やはり、まあ、あのこれもかなり の差がありまして、あの、まあ、非常に小さいところもあるし、まあ、大きいところもある、随分ばらつきがありますね。でこれはあの隅々までですね、その天文学を行き渡せるという意味では、まあ、メディアが発達しているとはいえ、あるいは先ほどの話もありますけれども、直接先生に会ってお話を聞くなんていうのはかなり大きな影響を及ぼしますから、やはりもっと、やれることがあるんじゃないかなと、まあ、思うわけです。それからですね、まあ、このばらつきがあるのに加えまして、あの旧帝大が多いのはいいんですけれども、実は帝国大学の中でもですね、大きな差があります。東京が、まあ、多いのはいい、まあ、京都が多いのはいい。しかし実はですね、福岡がですね、ちょっとパッとしないんですね。福岡県はいいってことかな。そうですね、実はあの九州大学というか福岡県はですね、あんまり、あの天文学者が多くないところだということが、よくわかります。これは頻度分布でありまして、まあ、ゼロの100万人に対するですね、天文学者数ですけども、まあ、0から1とか、まあ、こんな感じのところが多いですね。でまあ、3人ぐらいまでのところはだんだん減少してるんですけど、その先にちょっと山があったり、まあ、ずっと多いところだと多かったり、まあ、ちょっと倍もあるでもないんですけれども、あの少しあの傾向が何か見えているようです。会員数 の、まあ、あの人口に対する分布ですが、ちなみに私はですね、あの大分県の出身であります。大分真っ白ですね。あの実を言うと大分県はあの博物館も科学館もないんです。
これはちょっとなっていうふうに思いますね。あのもしそんなものが私子供時代にあったら指立っていたと思うんです。実は私自身はあのコテコテの理科少年でありまして、コテコテの天文少年でありまして、あのそのまま天文学者になった幸せ者なんですけれども、あのちょっともう少しなんとかならんかなと、まあ、思うわけであります。学生会員の方の比率はですね、もうちょっとこれはもうだ時間もありませんから飛ばしましょう。これもまあいいですね。こういう分布を作ってみました。横軸にですね、あの人口を取りまして、縦軸に、一般会員数を取りますと、まあ、都道府県別人口が多ければ当然のことながら一般会員も多いという、これは、まあ、ある意味分かりやすい傾向です。まあこれはあのそれだけまあいいかなと思うわけなんですね。しかし、必ずしもですね、じゃ人口比が必ず多いかというとそうでもなくて、今度は横軸に人口を取りまして、縦軸にその天文学者密度を取りますと、これもですね、若干性の相関を示すんですね。つまりこれは人口が多いところにはより天文学者が密集しているということを表しています。まあこれはあの旧帝国大学であるところはあの人口密度の高いところだから、人口がたくさんあるところだから、そういう関係なのかなと、まあ、いう気もします。しかし、そうは言ってもですね、あのこの相関にプラスの相関が緩くてですね、それに乗ってないところも結構あるんですね。ちなみにこのように人口が300万人くらいあるのに天文学者は2人っていうあの経緯もあります。静岡県ですね、静岡はもっと何とかしてくださいですね、この静岡に行っとこうと思うんですけれども、そういうふうな傾向も見られます。結果をまとめます。研究者は比較的さまざまな機関や大学に分布しています。学生は旧帝国大学に集中、それから学会員の地理的偏りがかなり大きくて、学会員が0の県も3、1人の県も9、一方で11人以上が6、16となっています。隣接する県でも多い少ないがあります。でこの地理的分布の極大化の原因ですが、大都市圏に集中するのはまあ当たり前だと思います。旧帝国大学にはですね、やっぱり多いんだろうなと、まあ、これはアカデミックな学問をやる余裕があるんだろうと思います。あの田舎の大学に行くとなかなかそういうことをですね、できないんですね。一方地方の都道府県でも会員の多い国がありまして、あと少し3枚ほどですね、スライド示させていただきますけれども、これをさらに大学別にですね、生々しいデータであのお見せしたいと思いますが、大学別 の, あの会員数の分布というふうにありますとですね、あの青が、一般会員ですね。まずこれをご覧ください。東大が一番多くてですね、実は東大の中に、91人も天文学者がいるんですね。で次は名古屋と京大が競ってまして55人です。でその後東京工業大学、筑波大学、大阪大学、東北大学、広島大学、北海道大学、早稲田大学、鹿児島大学、東京理科大、産業大学、京三大、茨城大学、ずっとここに、我が山口大学はですね、ここにおりまして、たったに5人なんですけれども、まあ、まあ、これはまあまあ、そんなもんかなと思うんですが、これをですね、さらに、教員数に対する天文学者の比率というふうにしますとですね、まあ、東大はかなり、で京大はやっぱ、京大とですね、名古屋はなかなかすごいんですが、名古屋が結構すごくって、教員に対してですね、天文学者数が一番多いのは名古屋です。ですが、これなぜだか分かるんですが、ちょっと歴史的な理由がありまして、ずいぶん前ですけれども、学長 の, 早川社長先生がいらしてですね、集中的に天文学をですね、やったんですね。そういうふうな伝統があります。それからもちろん京都大学が多いのは言うまでもありません。ちょっとここでですね、名指しで申し訳ないんですけども、大阪大学と東北大学はですね、もうちょっと頑張ってほしいなという気がするんですね。教員数に対してずいぶん少ないんですね。で九州大学はもっとですね、少なくて、天文学者はもっとなんとか頑張らなきゃいけないかなと思っております。はい、以上であります。非常に面白い教会ありがとうございます。で一つ質問したいんですが、確か30年ぐらい前だと思いますが、天文学会がいわゆるプロフェッショナルな研究者とそれからアマチュアの天文同行者を天文学会の会員として色分けしたという話を、それは今も続いてるわけですね。で今の話にはそのアマチュアの天文学者とか天文同行者というのは入っていないと受けた。その通りです。ところがですね、そのこの研究会の主体であるその教育っていう点から考えると、中学高校の先生で個人的にまあその勉強を持っていて天文好きというそういう人の存在っていうのはやはり大事だと思うんですが、その点についてどうお考えですか。ありがとうございます。そこまでですね、やらなければいけないというふうに思っております。今回そこまで行き着かなかったんですけれども、実際に最初に申しましたように、広くですね、やっぱり行き渡せるためには、この実際に教育に当たられている方々のですね、
存在というものが非常に大きいということを、これ実は統計を取りながら感じました。ですので、次はですね、そこまで議論を広げた統計に進めて研究していきます。はい、すみません、なんか多分先生ご存知だと思うんですけど、今の中にからいくと、もし可能ならば天文教育普及研究会という全国組織も、あれは割と小学校の先生からいわゆる天文施設の方がね、たくさん入っておられるので、一つの指標があるかなと思います。ありがとうございます。お二人の先生方に少し関連するんですけど、この、募集団は大学にいる人たちに今ずっと話を聞くんですか？いや、必ずの大学にございません。メールに載ってる人です。ですね、はい、その時に、全国には科学館とかプラネタリウムというのはものすごい数があるんです。それで多分明日とかアウトリーチセッションに関わってくると思うんですけど、そのプライベートの佐賀県、佐賀県天文学者ゼロって言いましたけど、一般の学者があったりしますね。で、静岡でも浜松にプライベートで、そういうところには今の統計を素直に天文学者ゼロという扱いになっている。はい、そうです。そういうことなんですか？そうです。さらについて申しますと、これ確実にするのは確かだと思いますけれども、県立博物館は実際にはですね、学問的なことをやろうというふうにはあんまりなっていません。以前学芸員の人がいたんですけれども、その人は辞めました。あ、そうか、そうか、あれまでいたんだけど、そうです。学問で縮小で、縮小ではなくてですね、そういう人はいらないという方針で、逆風に合いまして辞められました。どうもありがとうございました。続きまして、和歌山大学の田口隆先生に、ご講演をお願いします。地方国立大学での天文アクティブをお願いします。来てる学生はほぼ文学部に来てる
女子学生というイメージを持っていただけたらいいかと思います。ただまあ、もともと経営関係から出てきた学問ということが少しずつ仕様が変わってきたのか、最近ちょっとそういう感じのノリの、ビジネス系っていう感じですかね、の男子学生がちょっと増えてきたかなというのが最近の、まあ、ここのところの流れです。で、天文教育、地学教育とかいうようなジャンルの話と、まあ、ここでするわけです。まあ、特にその天文関係ということでお話しようかなと思っているんですが、その中では、まあ、キーポイントとして、まあ、いろんな地方大学そうです、そうですけれども、理学部が出てきた。結構痛いですね。まあ、容姿の仮の姿でですね、いろんな学部に散らばってはいる、隠れ宇宙人がいるんですけれども、まあ、それらしい組織というか、まあ、それらしいところとしては、教育学部の理学部のところだけですね。はい、で、まあ、そんなところですが、まあ、なんとかなんとか、私も看護学をやってますというふりをしてですね、生きております。で、その中で、うちのゼミがやってる活動をまずちょっと紹介しようかなと思います。そういう学生相手に何をしてるかということですが、完結祭というのが毎年あります。これはですね、新しい科学コミュニケーションの在り方というのを、まあ、模索しようかなというようなことをこう、まあ、考えて、大きな目標としては考えているんですけども、一応その観光学部の中でですね、観光経営ゼミとかね、まちづくりゼミとかね、いろんな先生ごとに、ね、ゼミを持ってらっしゃるんですけれども、その中で、まあ、カリスマ人、まあ、ある意味ではカリスマ天文学者というのかな、お給料さんという先生がいましてですね、その人と組んで、科学文化ゼミというふうに名乗っております。で、まあ、関連機会に限らず、まあ、いろんな、まあ、紹介しますが、天文イベントをやってます。で、まあ、そういうことを通じて、専門科学の専門家、あるいは天文の研究者を、あるいは天文の勉強をしたっていうような人を、作ることではなくて、身の回りに科学に、まあ、天文を中心としてですけどね、お給料も私ももともと天文系出身ですので、天文っていうのは、まあ、宇宙っていうのを題材に、なんかこういろいろやることで、文化していきたいと、特別なのじゃないというふうにしていきたいなということで、まあ、天文イベントの、まあ、科学イベント天文イベントのプロデュースという、いろいろ例えばですね、これはかつて、三里天文台というところで、やらせてもらったイベントのポスターなんですけども、これバリバリにこう天文学やってる人間には絶対書けないポスターですよ、ね。やっぱりこうそういうこう全然違うところのエッセンスを持ってる人じゃないとこういうの書けないんですね。ポイントございます。はい。ポイントございます。あ、はい。ごめんなさい。すみません。そうですね。で、この花月祭の話に戻りますが、中秋の名月の日に、ま、山の辺大学からですが、もともとキャンパスがあった街中に、障害学習センターというのがありまして、そこを舞台に、まあ、地元の方々向けのイベントとして月見イベントがあるんですね。で、まあ、月の観望をするわけです。こんな感じで、2階のテラスにですね、望遠鏡を出して、2、3台出してですね、まあ、まあ、大体2、300人ぐらい来ます。です。で、で、次の観望会だけではなくて、プラスアルファをするのにそうでして、まあ、要するに、まあ、都合としても、大体中秋の名月って言ったら、まだ5時ぐらいに月上がってくるので、それなりに上がってくるのが見えない。それまで時間稼ぎせなという部分もあるんです。だから、雨降るなんですよね。雨が降りそうという時にちょっと時間を引き延ばすとかですね、そういうことも考えなきゃいけないので、ホールを使ったイベントなんですね。で、この時は、ジャズデュオをやりました。そこがサックスというところの私です。教育学部の音楽科、音楽専攻の方を呼んできて、それから地元の出身のファッションデザイナーの方がいらっしゃるので、その方と組んで、月をテーマにしたファッションショーをやりました。これ留学生です。他にもですね、観光学の学生を連れてきて、
これは、キンランドロスというか、そういうのを使った特別に、アレンジしていただいた、服を用意して、まあ、元々このデザイナーの方が素人をモデルにしてやファッションショーをするということをよくやってらっしゃる方なので、まあ、非常にその相性とかだったんですけどね、この時は留学生、学生を使って、ファッションショーをやったということになりました。だからマイケル・ジャクソンが、死んで次の年かその次の年かぐらいだったと思うんですけども、ダンスパフォーマンスをやりました。やっぱり若者を呼ばなあかんということで、どうすればいいか、若者が食いつくようなコンテンツは何か、ダンスだ、マイケル・ジャクソンが死んだ、じゃあムーンウォークだということですね、次とダンスということで、ムーンウォークということで、たまたまこの年ですね、学内のダンスサークルに、カリスママイケル・ジャクソンがいたんですね。なので、その彼が4回生で忙しくて、彼を呼んできてですね、いろいろやらせて、パフォーマンスのステージをやった後、テラスに観望会をやるわけですけど、テラスにお客さんが集中しないように分散させるために、このパフォーマンスの後、ムーンウォーク教室をやると。ちっちゃい子みんなですね、こうみんなこうバドキさんですけど、結構和みますで、それからハヤブサ騒ぎの時はですね、ハヤブサをテーマにしたファッションショーと、後ろにちょっと飛んでしまうと見えないんですけども、JAXA 関係の宇宙関係の広報資料とかでよく CG を書いてあるクリエイターである池下さん、あの人がですね、和歌山出身の方で、というまあ、そういう縁もあって、その方を囲んだトークショープラスファッションショーという変則イベントになりました。これうちのゼミ生ですね、うちのゼミ生で、今この子は今岡山で、ニュースキャスターをやってますね。それからこんなことになりました。この時はどん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 話がそのホールイベントがどん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 でかくなって派手になっていってるんで、ここら辺でちょっと落ち着こうということで、映像作品の上映会というのをやります、やろうとしましたが、この時は、台風が中止になりました。雨でもやるつもりだったんですが、なかなかね、台風で警報が出てしまうと、ね、大学の教授ができないんですね。なので致し方なくですね。で、それから、これ去年ですね、去年もですね、コンセガー商談のアカペラサークルに来て学生にやらせたと、音楽、月にまつわる音楽をやってですね、この時初めて、和歌山大学のキャラクターが来たと。まだね。で、まあ、そういうことをですね、やると何がいいかというと、やっぱりこう、科学イベントというふうにですね、公演、科学公演からやるぞというと、なかなか来てくれないお客さんも、なんとなく急に来てくれないんですよ。やっぱりアンケートとかで取ると、やっぱり分かります。おだる、近所のスーパーに月見団子を無料で提供してもらったりしてるんですけど、そうすると、去年おだるを出たから来たっていう人結構いるんですね。やっぱりついでにっていうのは大きいです、やっぱり。で、やっぱりそれで、印象が、全体的な印象が良くなってですね、やっぱりこう、月を 見たくなったという方がやっぱ出てくるんです。そういうことを繰り返していく、これ毎年やってますので、毎年やっていくことによって、こう月がある。というのがやっぱり科学イベント、テーマイベントとしては非常に重要なのかなと思っています。リピーター獲得する。これは、まあ、観光学部的に言っても、イベントマネジメントという面でも、やっぱり大事ですよね。そういう勉強にもなると。まあ、そういうことでですね、まあ、従来的に科学コミュニケーション、そういうイベントを用意して、いろいろやりましょうよという話を正面からやろうとすると、やっぱりこう、なかなか特に観光学部に来ている女の子とかですね、全然、話も聞いてくれないと、理科離れっていうのはやっぱりすごいんですね、やっぱり絶望的ですよね。で、まあ、こういうふうな正しいこう楽しい場を用意して科学をやり取りしようというふうに思ってるとですね、そういう人でもやっぱ無理なので、まあ、楽しい場というものをメインにして、ついでに科学があるというくらいのトーンでやらないとお客さん来ないというのがやっぱりやってみて分かりますね。で、こういうことを通じて、気がつくとそこに天文の話題があると、気がつくと星を見ることができていると、こう昔がありましたねこういう感じですね、気がつくとそばにいると、こういう状態を作るのがまあいいのかなと
というふうに思ったりするんですが、ちょっとね、これだけだと実はあの文系の人の相手にしたときにどうするかという話とさっきの話と一緒になってしまうので、ちょっと違う話をします。で、最後ですが、これに我々やはり苦しめられているわけです。で、まあこれは私個人の、まあ、見解ですけれども、この中から一つ選べみたいな状態に今なってますね。なんとなく。そうするとですね、要するに1番と2番を東大京大を目指せと言われているに等しいので、弱小地方国立大学としてはもう3番しか選択肢がないんですよね。ですから、そういう先ほど言っていたような、活動というのをちょっと視点を変えていって、その天文教育、あるいは学生に対する教育、あるいは地域の方々への障害教育というかいうよりも地域活性化という視点でやらないといけないんですよ。これが今の最近 の, あの、地方国立大学にがやらないといけないことではないかというふうに私は思っています。で、例えば先ほどまで言ってた歓迎会だと今年はですね、会議月食がほとんどありますよね。会議月食がありますから、そういうサイエンス職の、ある分はそっちにやってしまって、今度にやることにして、中秋の名月を楽しむイベントというのに切り替えました、今年は。何をやったかというと、街中のカフェに出かけていって、中秋の名月をにかこつけて、いろいろやるイベント。これはとあるカフェでやりました。これはキャンペーンカフェです。で、同じ日にですね、一番、やって話題になったんですが、同じ日に別のカフェでは、これ宇宙人カフェでやりました。これは市内5カ所、5カ所のカフェで、イベントを同時開催しました。でこの時、要するにこれ宇宙人に紛争してるかっていう前提なんですけれども、頑張ってることにですね、宇宙人なのに日本語が喋れないという設定でうちわで会話するということで、まあ、全然喋らないでこれうちわを見てましてですねお客さんと一緒にそうするというふうにやってました。でそれから一応通常の宇宙カフェというイベントとしても一応やりました。ただこれあの場所からホール借りて私と、明石市立天文学館の、井上さんという学芸員をお呼びして、トークショーと音楽のイベント、私またしても、まあ、サックスって言うんですけども、やります。それから音楽カフェがあったり、月見団子カフェがあったり、それからこの日同じ時に街中で観望会をやったり、駅前で観望会をやった。結局この日は全然市内で7カ所のイベントだったんですけども、これをやることで例えばここの風景なんですけど、これ南海電車の和歌山市っていう駅の駅前の広場なんですけども、はっきり言って普段ってゴーストタウンですよ。ですから市内の方々から聞いてみると和歌山市の駅前にこんなに人がいるのは初めて見たんですやっぱりこういうイベントやると人が動くんですね。やっぱりこう人をこうやって動かしていくというのがまあ大事なのかなというふうに思っています。他にもいろいろあるんですが、まあ、最後にちょっとだけ言うとこですね、こういうのが実は学内にあります。和歌山大学にあります。これあの、まあ、ランドマークっぽくなってきてるんですけれども、この規模のアパラブランテナを持ってるキャンパス内に持ってる大学というのは多分うちだけじゃないかなと思っているわけですが、これで何をしているかといいますと、先ほどちょっと出てきました第1、2号というのが打ち上がった時にピーバックで、積んでいたちっちゃいです、50センチ角ぐらいに大谷です、これは開いてます、ぐらいのユニフォーム1という超小型衛星を積んで、行ってもらいまして、今あのパラボラアンテナで運用をやってます。で先ほどのパラボラアンテナも地元の企業でやってもらったんですね。地元の企業に頼んでメンテナンスはうちが自分たちでやりますということで、そういう勉強してもらいましたって、普通やったら数億かかるところが2000万かからなかったと。やっぱりこうそういう地元の企業を活用していくことで、例えばですね、この衛星は、まあ、あの防災のためにね、あの森林火災を赤外線カメラで監視するっていうのを目的にしてるんですが、あ運用生活としてこれ予選見て公園の9月の数に行くというやつがちゃんと通とかね、こういうのができています。まあ、こうやって、やってるんですが、こういうようなことを学生にやらせるようにしようとしています。このデータの解析とか学生ができるように、まだできないんですけども運用とか、データ解析とかも学生ができるようにしていく仕組みを作ろうとしていますということです。ちょっと駆け足でしたがこのぐらいでいいですかね。はい。
工学部でそこまで関係する人がすごいなーって、まあ、うちの大学の観光先生も同じようなことを大学の商店街でやってるなとか思いながら見てたんですけど、それを学生にこれまでできるようにさせるのを目的にっていうのは、それは観光学というものとどう結びつくのか。これはですね、これは 学内にあるよという話であって、観光学部の話とは直接関係ないです。観光学部の学生でもやりたいとかいうのは別にウェルカムですが、それは実は学内こういう組織がありまして、はい、でこの組織がまあやってるところです、やってる話で。でもこの宇宙研究所の活動というのは全額に開かれていますので、実際観光学部の学生も手を挙げてきて学生プロジェクトをいろいろ動かしている中の実働部隊の工学部なんですが、マネジメントをやっているという学生がいます。はい、どうも、興味深い話ありがとうございます。それでは、本日最後の講演です。滋賀県立で大津星稜高校の中島先生にお願いいたします。高校科学と人間生活の